職の集客がですね、思うようにいかなくて、7名ほどの申し込みが長かったんですね。まあ、それでもですね、正直言って迷いました。どうしようかなと。ただまあね、このお二人が頑張ってるんで、1回でもね、そういう場のチャンスがあるといいのかなと思って、やることにしました。そういう意味でね、お客さんが多いことね、もちろん気も入るんですけど、まあ、とにかくお二人に頑張っていただいて、僕らも楽しく拝見したいと思います。それでは、朗読劇を始めたいと思います。よろしくお願いします。信濃の国、現在の山梨県と長野県を治めていた武田信玄は、西へと戦の場を進めていた。晩年、病がちではあったが、天下を取るまでもう一歩のところであった。武田信玄には、5人の娘がいた。長女、大番院は北条家、次女、顕彰院は武田家、親戚筆頭格の穴山梅雪のもとへ。三女、麻里姫は名門木曽家。四女、菊姫は上杉家。末の姫、松姫は織田信長の息子、信忠との婚約が整った。麻里姫が松姫に舞を指導していた。武田信玄と上杉謙信の川中島の戦の最中、私松姫は生まれました。戦に勝利した父信玄のそばにあったのが松の木でした。真っ青な空に向かった優美な大きな松の木を見て、信玄は生まれたばかりの私に松と名付けました。私は織田家嫡男、奇妙丸様、後の信忠様との縁談が決まります。私がまだ7つ、奇妙丸様11歳の時のことでございました。ところが戦が長引き、婚儀に至るまでは時間を要したのでございます。私は運命の赤いと幼い頃から信じておりました。あるいはまだ見ぬ方へ恋に恋して、小さな恋の物語の始まりだったのかもしれません。幼い二人は運命の赤いとを信じて、将来の約束をし、平和な未来を夢見ていたのでございます。マリアネ様、前のご指導ありがとうございました。姉様は何でもおできになる。舞も笛も槍も馬で走ることも、マリアネ様こそこの武田の跡継ぎであるとトト様が言われております。近頃病で塞ぎがちなトト様は気が弱くなっておられる。それを心配して武田の者たちがそのように噂しているのであろう。木曽家から人質になっているお子様が心配ではありませぬか。木曽家の娘とはいえ私の子供ぞ。私の娘とは甲斐武田信玄公の孫じゃ。誰が弓引けようか。姉様はお強い。私は織田家嫡男、信忠様の正室になることが不安です。
私は何もできませぬ。何もできぬのではない、何もしていないからじゃ。武田家が不安定なこの時期だからこそ、武田の姫である私たちはここからと心得よ。本当のところそなたが一番姉妹の中で心が強いと思っておるのだがの、それに諦めも悪い。兄の子供である幼い姫たちが楽しそうに駆け込んでくる。それぞれ私たちに舞を教えてくださいと口々に話しました。こらそなたたち、挨拶が先であろう。全くしつけがなっておらぬ。マリ姫の声に一瞬にして子供らは固まり、すっと座り、それぞれ家具でございます、徳でございますと挨拶した。その姿にマリ姫は微笑む。舞の稽古はしまいにして、向こうで今日の菓子でも食べよう。トト様への献上品じゃ。トト様のおられるところが貝の国が一番じゃ。私はもう少し舞の稽古をしていきます。やはり諦めが悪いの。四人の姉様たちはよいな、皆とついで行かれました。私は織田家からいつお迎えが来るのか、信忠様からのお迎えが待ち遠しい。信忠からの文、松姫様お元気でお過ごしでしょうか。私は織田家嫡男としての期待と羨望の眼差しに囲まれ、日々の鍛錬怠りなく過ごしております。父織田信長は織田家そのものです。織田家の当主は弱くてはならぬのです。だが私はそれほど強い人間ではありません。それほど弱い人間でもありませんが、戦の合間にはあなた様と共に月を見て、書を読み、庭先の花の絵を描き、語らい、笑い、過ごせることを望んでいます。早くお迎えに行けますよう織田家中の者に言いつけております。私の絵姿を送ります。